本日はアンサンブルアコルデサードコンサートにお越しいただきありがとうございます。開演に先立ちましてお客様にお願い申し上げます。演奏中は腕時計のアラームなど音の鳴る機能はオフにしていただき、携帯電話やスマートフォンの電源はお切りください。なお本番中の撮影もお願いください。その他プログラムに挟んでおります演奏中のお願いをご覧いただきますようお願いいたします。またホールのご利用にあたりまして次のことをお守りください。ホール内は飲食禁止となっております。条例により当スクラム21は全館禁煙となっており、喫煙場所はございません。ご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お手洗いは1階と2階の2カ所にございます。どうぞご利用ください。その他ご不明な点がございましたら、腕章をつけております場内係員にお気軽にお尋ねください。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。それでは開演までもうしばらくお待ちください。
はアンサンブルアコルデサードコンサートへようこそお越しくださいました。これから連携のひとときを私たちの演奏で楽しくお過ごしいただければと思います。どうぞ最後までゆっくりとお楽しみください。今回の演奏会は客演式として大和田正弘先生をお招きいたしました。大和田先生の作り出す音楽をたっぷりとお楽しみください。そして私は本日の司会を務めます宇高恵子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。さて本日のコンサートは静かな鳥のさえずりから幕を開けました。1曲目にお送りした曲は千葉県市原市新浜小学校吹奏楽部の移植作品として2003年に作曲された八木沢聡作曲吹奏楽のための詩曲果てしなき大空への参加でした。冒頭の鳥のさえずりに続く美しい旋律、そして間休間の3部形式でのドラマティックな展開は本日のコンサートのオープニングにふさわしいものだったのではないでしょうか。続きまして演奏いたします曲は小山清重作曲吹奏楽のための小引き歌です。この曲は九州民謡の旋律を主題とした4つの楽章から作られています。1楽章主題木こりの歌をテナーサクソフォンが歌い上げます。2楽章盆踊り里に降りた木こりの歌が笛や太鼓で演奏されます。3楽章朝の歌祭りのクライマックスを迎える朝の気分を爽やかに演出した楽章です。各楽器のソロにどうぞご注目ください。4楽章フィナーレ民謡の持つ生命力への参加です。最高潮を迎えた祭りも寺の鐘とともに終わりを告げ、バスクラリネットのソロで静かに曲は終わります。この曲の中には様々な和楽器も使われていますので、その音色もお楽しみいただければと思います。それでは吹奏楽のための小引き歌をお聴きください。
Thank you.
生命力あふれるこの曲、皆様お楽しみいただけましたでしょうか。次にお送りいたします曲は、清水大輔作曲の NEXT ANGELS です。もともとはアルトサクソフォンとピアノのための曲でしたが、2004年航空自衛隊中部航空音楽隊の移植により吹奏楽版に改編されました。ピアノの美しく優しいメロディーから始まり、アルトサクソフォンの主題へと引き継がれます。数多くの名作を残している清水大輔さんの作品の中でも、ひときわ旋律の美しいバラードです。本日はアルトサクソフォンソリストとして田村正弘さんをお招きしております。田村さんから溢れ出る豊かな音楽、そしてその美しい音色をどうぞゆっくりとお楽しみください。それではネクストエンジェルスをお楽しみください。Thank you.
Thank you.